放送開始します。ちょっと今日は明るい。暗めのがいい。民家近いし。猫？鳥だね。はい、こんばんは。突然ゲリラライブでお邪魔します。はい、井出光さんこんばんは。内山さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、菩薩さんこんばんはです。きのこさん、バードグリーンさん、こんばんはです。ちょっと民家近いんで静かめで今日は始まりますけども、はい、アイナさんこんばんは。どうも。今日はどこでしょうか。ざっと周りの風景撮影したいと思います。はい、くもさんこんばんはです。はい、ブルベルさんこんばんはです。はい、にゃんこさん、にゃんにゃんスコティッシュさん、こんばんはです。なんか泣いてる？クマゴスもすごいし。はあ。クマゴス。すげえな。はい、正解です。ボザさん、正解です。いや、今日はね、そういう、だから、人が死んだとかそういう場所じゃないんですけども、あ、まあでも一応人が死んでんのか。まあ、タイトルに書いてある通り、あの死を呼ぶ鐘の音というタイトルですけど、まあ、とりあえずなんだっけ、何池だっけちょっと待って、何池、池なんですけど、ちょっと待って、ね、てんてんが今情報ソースを引っ張り出すんですけど、S 池ですね。ちょっと具体的な地名は出せないんですけども、ここでなんだっけな、まあ、曰くがね、昼間は魚釣りを楽しむ場所として訪れる人もいますが、30年前は夏は貸しボートや水泳、冬はスケートとにぎわったところでした。そう、あんなことがなければ。はい、フリーザさん、ラナさん、こんばんはですね。あんなことがなければ、古くからの言い伝えで深夜、湖の底から寂しげな鐘の音が聞こえ、その音を聞いた年は大変な凶作になるそうな、その年は決して湖に入ってはいけないという伝説があった。時は変わり、1965年頃まで、鐘の音は痛快になったが、伝説は守られた。しかしその年の初夏についに伝説は破られた。心ないリゾート開発によって貸ボートや屋台釣りなど63年頃からに逃げ合い始め、もちろんそれまで鐘の音はしませんでした。しかし30数年前の初夏、ついに深夜その鐘が鳴ったのです。ゴーンゴーンと、しかしご利益優先をと、その年も営業を続けてしまったのです。やがて恐怖の幕が切って落とされたのです。ボート遊びをしていた父と子がよく晴れた穏やかな日に水死、しかも同日に3件もの水難事故が起き、救急車のサイレンが何度も響き渡り、
夜中に泳いでいた若者数人が溺れ死に、また釣り人たちの間では魚がまるで釣れなくなってしまったそうです。結局何人もの犠牲者を出し、リゾート開発は中止され、寂れた湖に戻りましたと。でもう一個の、伝説ですね、伝承、遠い昔のことでした。信濃国分寺に大変音のいい釣り鐘がありました。この鐘の音が大好きな男がいました。この男は自分の家にほど近い寺にこの鐘を置いて、朝の夕なに鐘の音を聞きたいと思っていました。ある夜、ついに男はその鐘を盗んでしまいました。やっとの思いで湖の岸にたどり着きました。たどり着いた時には日が昇り始めていました。ちょうどその時追手が来るのに気づきました。せっかくと思い鐘を湖に投げ込むと、ドボーンと悲しい音を残して湖は水底へ。そしてそれから人の寝静まった真夜中に、鐘は国分寺小石屋ボランボラボーンと鳴き出すということです。まあ、そういった曰くですね。ここは、まあ、人が、まあ、一応はね、なんかそういう曰くがある池なんでしょうね。はい、ちょっとね、心霊スポットというよりも伝承地ですかね。錆びれてしまった湖、鐘の音が鳴ったらどうしようという、超マイナー心霊心霊ではないか、幽霊が出るとかそういう話じゃないんでね、鐘が鳴ったらやばいよという、まあ、心霊スポットというのかな、なんていうの、伝承地か。そうだね。どうなんですかね、都の鐘、国分寺小石屋って。今でもその男を恋しがってるんでしょうかね、この鐘、鐘がボーンボーンってなったら怖いですね。まあ、多分ならないと思いますけども、まあ伝承を確かめるため今日道に間違えて間違えて群馬の方まで行っちゃったんだけど、遅くなってしまいました。この時間に始まるという。そうなんですよ、不気味な池なんですよね。まあ、藻が見ての通りかなりいっぱい群生しています。こういう池なんですけど、間違えちゃいました。そうそうそう、あ、お疲れ様です、ランナーさん。すいませんね、ちょっと朗読してたから。ごめんね。まあ、夜間釣り禁止です。まあ、昼間はブラックバスで有名ですよ、ここは。おそらく。どっちからか。なんか湖畔歩けそうなとこあったよな。ボーンボーンってならないかな。ブルーギルは放流禁止ですって。入れてんな、これ。あ、寝ようとした、寝落ちしたら、いや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 、全然全然。もう今日何も告知してなかったんで、まあ、やる、あ、でもやるとは言ってたか、15日の晩やるよっつって、もう16日になっちゃったんだけど、うん、まあ、体力的にちょっと余裕あったから、まあ、今日は軽くゲリラで。突してみました。米が歩けんだ、これ。歩けねえのか。
通知に気をつけてよかった。いつもすいませんね、本当にゲリラでばっかやって。あ、睡眠不足大丈夫ですね、トイレあります。ただその人が結局死んでるってことですよね、ここね。いわくの投稿の通りだと、本当か嘘かちょっと分かんないけど、テンテンいますよ、ちゃんと別カメラで今ちゃんと撮影してますんで、テンテン隊員よろしくお願いします。ちょっと顔は今日は、顔はちょっと薄いんで、はい、佃煮さん、あ、佃煮さんじゃねえ、俺太郎さんこれそうですよ、リアルタイム配信ですね、マゲさん生放送です、心霊生ライブ、いわくの現場っていうか、まあマイナースポット。金が鳴ったらしゃダメだという話か、夜中に金の音が鳴ってしまうと死の世界へと誘う湖。いや多分ちょっとはいけると思うんだよね、これ、まあ、そんなに。湖畔の道になってる、ほら、すげえ怖えな。左側は湖畔に出る、ちょっと湖畔に出てみる、うん、ギルギル、ここまで。いや、ここでテンテン上から撮ればいいんじゃない、無理だから、あの行き違いができない。あ、猫ママさんありがとうございます、どうも。え、太郎さん、これここ熊出んの、俺全然何もあれだ、調べてないや、 そっちを。いやでも民家あるからな、民家って本当に先生ないと思う。うん、出て金、そんな深追いはしない、別に。でも足元気をつけます、てか危ないよここ。そうなん、まあそんな探検が目的じゃないからさ、まあ、ざっとどんなもんかなっての、ただ見てみたかっただけだから、こっちの方。そうですよ、鐘の音が鳴ったら、これあれか、湖の湖畔関係ないんじゃねこれ。なんか山登ってってるよこれ、あ、栗が落ちてない、わかんない、これあれだね、山登ってっちゃうね、ハイキングコース、そうそう、ハイキングコースだこれ、これ関係ない、湖から離れてっちゃう、鐘の音鳴ったらどうしようマジで。電波が、これが、おお、やべえ、滑る、どう考えても山道やんこれ。なるかな、なるかな、なるかな、和子さんこんばんはです。昼どうだろう、いないんじゃねえ、ここ寒い、すごい、てか今現在の現在気温ね19度下回ってる、上着着てきて正解だったわ、本当に本当に寒い、本当に今タンクトップで来ようと思ったんだけど、
いや、今日はちょっと皆さん、じゃあ、そうだ、説明欄にイヤホン必須って書いておけばよかったな。結構だから新スポっていう感じではないんだけど、いや、山の中ではないですけど、山入ろうとしちゃったんだけど、湖から離れちゃうから、この辺によっかな。また民家のライトも届かないだろうし、家あっちあったよね。あっちあったから。あ、バッチリしてます。なんかここでなんかリゾート開発しようとしたんだけど、それこれ名残じゃない？この小屋。うん、なんか、ああ。これそうでしょ。うん、あ、そうだね。ああ、注意、危険です。この辺は絶対に立ち入らないでください。子供が目を離さず、水の事故から守りましょう。あ、おえっさい、こんばんは。はい、どうも。まことさん、わかんない。ただえ、カーンって金の音とか、ね、金の音じゃないよ。マジか、マジカーンって、これがか、これは違うでしょ。ただの鉄のあれでしょ。もっと鐘の音ってボコンでしょ、多分。相当あれなんですよ。だから一気に水難事故が起きたって。どうしたの？ライトが埋まってる。え？ライトが埋まってる。ライトが電気ついてない、それ。気のせい？あ、ライトが埋まってる。ちょっと貸してみて。うん、電気ついてない、このライト。ちょっと待って、あ、ついてる。なんで中に入ってんの？なんで、ちょっと待て、なんでライトが埋まって、ライトが、あの、ちょっと状況説明点々して、ちょっと、なんて言えばいいの、これ。え、手持ちの、なんかもっと大きな声で入んないか。手持ちのちっちゃい懐中電灯、うん、がね、このフェンスの内側の土に埋まってるんだけど、うん、まだライトがついてるっていう。意味が分からない。意味が分かんないね。いや、なんか光ってると思ってさ。何これ。ちょっと待って、ビデオカメラの方に捉えらんないんだよ。ああ、ちょっと角度変えてみなよ。角度変えてみる。変えてんの？私、葉っぱで映んないんだよ、一番からと。ちょっとライト、ほら。で、二人で今消してみようか、それを。じゃあ消す。うん、ついてるから、ほんと。はい。意味が分かんない。ついてるよね。ついてる。電気来てんの、これ。いや、懐中電灯が埋まってんだろ、これ。でも、なんでついてんの、いつから埋まってんの。いや、知らない。土に埋もれてんの。てか、そこに何か入ってんの。わかんねえ。なんとかなの。ちょ、もう一回電気消してみ、うん、バケタンか、違うか。違うな。よくこんなの今見つけたんだよ。なんでこれ、こんなの見つけたな。うん、視界に入ったから知るな。なんだろう、まだついてる。いや、まだ、だから懐中電灯がついてるってことでしょ。いつからついてる。いや、わかんない。こんな持たないよ、これ。まあ、普通はね。え、なんだこれ。しかも LED だよ。ちょ、もう一回電気消して。うん。どういうことだよ、これ。柵の内側にって。柵の外だったら分かるけど。柵の外だったら分かっけな。どっから電気来てるの。あと意味が分からない。乾電池でしょ、こういうのって。うん、乾電池だね。え、意味分かんない。いや、もうこっちだって分かって。気持ち悪いよ。こっちだって分かんないっす。ちょっと状況あれだから、ちょっと内側に覗くのかな。覗けないや。覗けない、だって。なんだ俺、掘りたいけど掘れないな。いや、触んない方がいいんじゃねえか。なんでまだついてんの。もう一回、ちょ、あれだな、確実についてるよね。ちっちゃいライトだもんなって、これ。ちっ
ちゃいライトだね。なんか100均っていうか、そう、まあ、100均であの100ぐらいの小型の、小型のライト。そうそうそう、懐中電灯なんだけど、まだついてるっ。きっと先客がいたのでは。これちょっと栗林さん、あの先客埋まってんだよ、だって草も。そう思いたいよ、俺も。栗林さん、そう思いたいよ、俺も。そう思いたい。いや、先客がいたことにしたいよ、俺。別にこう。いや、だって見つけちゃったんだ。うん、まあ、いいんじゃねえ、あっても。あ、なんかこれ、なんか抜け殻？セミの。セミの抜け殻、ちょっと俺、わかんない。これそうじゃない？あ、そうだね。うん。ちょ、なんでライトついてません？これ、いいのかな？え、ごめん、わかんない。わかんない。いいんじゃねえ、あったって。落としたんだろう。え？動物？あ、黒猫がいる。あ、猫だ、猫。不吉だ。ほら、光ってんじゃん、目。正面光ってんじゃん。不吉だ。え？それでもドフェンスの一番あそこのあっちからさ、こう、猫入った人がいるのかな。ああ、わかりません。誰かいます？いますか？それともやっつけます？誰をやっつけんの？猫、猫じゃないでしょ。猫やっつけないよ。いや、もうスルーでしょ。え、もし、いや、建物の物置小屋かな、これ。猫もなんで、こっちに来たのに、光ってたかな、もう。わー、だろ、ただの落とし物で、だろ。まあ、いつ落としたかにもよるんだけど。埋まってるの見たね。埋まってるの見たけど。半分以上埋まってるよ。先の方しか顔出してないんだよ、ライト。ああ、神か。来てるんだよ。あ、食べた？もう、普通に出てるんじゃないの？かもしんないね。その辺歩いちゃったのかな、なんか入って。歩けるのね。ダイイングメッセージ。あ、そっか。え、そうだ、ヒデさんお疲れですね。そうだ、ドルさんと一緒にいてたんだ。あ、そうだ、お疲れさんっす。取りつかれた。おかしいことが起き、まあでもこれ別に、あ、まあこうやってやってて、うん、脅したんだろう。すぐ埋まるそうな土に。わかんない、埋まんないな。まあ、いいか。ソーラー式だったらいいね。ソーラー式かもしれない。ソーラー式のパネルなんかなかったよね。まあ、あんま深く考えない方がいいけど、もう考えたら切れないでしょ、おそらく。考え、まあ手伸ばせば取れるわな、登ってても。でもそんな大事な懐中電灯じゃなかったら。埋まるってどのぐらいで埋まるんだろうね、歳月ね。いやー、ああ、ない。理解がもうできない。滝畑ダム、おお、いいな、なんか怖そうだな。人の気配、僕霊能者じゃないからわかんねえよ。はい、ドライバルさん、どうも、こんばんはです。猫もどこ行っちゃったんだ。ああ、一時にホテルまで送ったんすね。オッケーオッケー、お疲れさんす。猫はどっか行っちゃったな。猫こっち見せたよね。うん、目光ってたから。でも猫でよかった。いやー、あり、怖いです。謎が謎を呼ぶと怖いですね。だって何だっけ。いや、わかんない。まあ、探偵じゃねえから、俺は。ブラックバスだね。魚はいるから。テンテン意外に目いいんすよね、ほんと。テンテンよく見つけたねっていうの。私ちょっと人と違うところ見て、なんか変わってる姿。
すっげえピンボケすんな。しかし気持ち悪いなここな。暗くてなんかよくわかんないんだけどさ、これ池なんですよ。皆さん途中参加の方、なんか状況が説明できないんですけど、死を呼ぶ鐘の音とかってさ、実はまあここはちょっと、ドルさんに場所は教えてもらったんですけど、いわくを調べたら、昔先ほど述べた通り、その一人の男が鐘を寺から持ち出して追ってから逃げるためにここにたどり着いた時にその鐘を落としてしまって、その鐘がその男を恋しがって夜でもボーンボーンって鳴くっていう、なんか、なんつうんだろうね、いわくっていうか、まあなんていうの、いわくっていうのか、伝承、でその後になんか現代になってからここでなんか観光開発しようとしたら、なんか死者が多く出ちゃって、その鐘の音が鳴るとその年をなんか作物が凶作になったりとか、そういった曰くですかね。ほら書いてある。ちょっとこれでハレーションしちゃうから。あれおかしいな。ビデオライトがおかしい。機材がおかしいぞ。本当に。いや大丈夫。いやハレーションしちゃうから文字がさ、あ逆にちょっと弱めてるかな。こう。うん。見える。いやちょっとハレーションしてるから俺のこれだけ。須賀和湖の沈み鐘って。あここ何？標高700。20メートルもあんの？え、そんなあんのここ？だからさっきあれじゃない、圧かかったの耳に。マジでそんな登ってきたのこれ？結構急じゃなかった、だって。あ、そうだ、まあ、え、そんな 山奥なのここ？まあ、とりあえず菅和湖の沈み鐘という小牧山っていうのか、ここ小牧城跡と言われて、へえ、そんなのがあるんだ近くに。ほら書いてある、さっき俺がなんか昔話風に喋った通りに、この娘さんにすっとがいたって書いてあるね。この菅和湖の岸まで来ると後から追っ手が来るので、鐘を湖に投げ込んで逃げた。鐘は今も湖底に沈んでいて、人の寝静まった真夜中に国分寺小石屋ボンボンボラボーンと鐘が鳴り出すという。池で溺れそうになった時には国分寺に返しますからというと命が助かるという、だって。須賀は実地会って書いてある、もうこの公式に書かれてる話なんですねこれ。じゃあ結局国分寺に返しますからって言わなかった人はここで溺れ死んだってことだよね。うん、早い話が。知らなかったらね。そう、だから知らないでしょ、だって大抵は観光客だから。こう、まあ、伝承地ですかね、伝承地、伝承の池ですかね。池、さっき。いや、なんでもない。須賀はこの沈みかね。人の寝静まり返った時って、もう今がまさに絶好の時間帯じゃないですか。もう。クモの巣、クモの巣。コブコンジ小石屋ボンボラボン、コブコンジ小石屋ボンボラボン、コブコンジ小石屋ボンボラボン、鐘よ鳴ってくれ。まあここでだからやっぱり人死んだんだろうこれ。その多分リゾート開発の時だから1965年とか書いてあったじゃん、バブル期じゃん、もうバブルに差し掛かるか。そうだね。
溺れたんでしょ。で、学生とかがこう、なんか臭いのかな、夜中に泳いで亡くなっちゃったとか、あの掲示板っていうか、なんか投稿、うん、そうだね、投稿に書いてあった通りの、国分寺やボンボラボン、小石やボンボラボン。でもいつの時代か分かんないね、これね、よく考えると、うん、特に具体的にいつの時代っていうのは書いてないんですよ、この伝承地なのに。いやー、俺もそうだね、これ泳ぎたいと思わないですよ、ヒデさん。これとてもじゃないけど、なんか透き通ってりゃいいけどさ、水が藻に足絡みそう、これ。あ、ビンチャさん、ヤさん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。ドルさんの動向お疲れ様です。しかし先が映んないで、どういうことなんだろう、ここの。向こうの方行ってみるか、うん、一番じゃない、まずいや、ちょっと人ん家に。お疲れさんです、どうも。民家あるんですよ、だからすげえ声静かめにやってんの。あ、なんかある。ビデオカメラ先にズームして、なんかある。いやー、入っちゃダメだよ、これ多分。入るなって書いてあるんだもん、だって危ない、足滑らしたら。ほら、なんか前はこれ後付けでしょ、これてん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 、これこのガードレールは後付けでしょ、これ。いけないようにしてんじゃん、なんか。別にそこから行けば行けるんだけどさ、そうそうそう、だから行くなってことでしょ、これ。え、いや、わかんない、気のせいじゃない。いるとしたらブラックバスとかカエルとか、下手するとヘビとか。いやー、多分そばに行ったらなんか怒られそうな。あ、行けんじゃん、ここ。わ、開いてんじゃん、ここ。あ、行けるじゃん、道になってんね、これ。ちょっとこんな時間でこれあれなんだけどね、危ないよ、絶対落ちたらまずいよ、これ。あ、でもここは平気だよ、そんな深くない。なんか祀ってあるね、神様のように。これは神様の、これはただの守り神的なやつか。あとね、一応、うん、あ、ダイナムさん、こんばんはです。お酒があるから、あ、一応この湖に守ってるんじゃない。そうでしょうね。なんて書いてある。奉納、奉しか書いてねえ。水神様か、なるほど、サンキュー。まあ、土台は古い、うん、まあ、ここは別に、何度も言うように、なんかお化けが出て池に人を引きずり込むとか、まあ、そういうような類じゃないですよね。
何今の 泣いたぞ今カエルが。カエルって泣くの？あ、カエルは鳴くよ。あ、泣くか、うん、泣くの。あ、そっか、ビビった。こんな鳴き方するの犬みたいな、ワンって言ったよ今。本当びっくりしたね。ちょっと待って、ワンって言うかカエルが。カエルじゃねえじゃないですか。ワンっつったカエルが。ワンってびっくりしちゃったか。ごめんねカエルちゃん。あ、カエルさんいっぱいいるね。うん、まあ本当こんなビカーって照らしたらびっくりするな、それは。まあいっか。まあこれはなんか関係してんのかな、鐘の伝説と。あ、てんてん後ろもう水だから気をつけて、夢中になってカメラに。カエルちゃんが泣いちゃったっす。ちょっとライト暗めにしてあげよう。かわいそうだよ、ちょっと。2000ルーメンぐらいにしてあげよう。ちょっとかわいそうだな。なんでしょうね、これ。書いてあるの、文字が。読めないですね、これ。記念とは書いてあるんだけど、あ、記念かな、わかんないわかんない。時期大概、なんていうのこれ。なんか虫が止まってて、うん、ガガが止まってるね。読めねえこれ、読めねえ、読めねえこれ。奉納した時だ。うまそうだと思うんだけど、なんか書いてある。大正13年10月大正13年、うん、名前いっぱい書いてあるから多分奉納した方の名前かな。ああ、そっか。あ、世話人って書いてある。世話人、うん、これを守る代々の人たちだと思う。ああ、そういうこと？ああ、大正13年って書いてあるね、これ。うん。そっかそっかそっか。もう行こうぜ、出ようぜ、ここ。あんまり中入ってってさ、あの、付近の住民自殺者だと思われるのも嫌だから。時間経つの、うん、さあどうかな。時間帯的にもう鐘の音は鳴りませんね、うん、鐘の音が鳴んないですね。この伝説は本当なんでしょうか。鳴ってはいけない鐘でしょ、だから。あ、まあ鳴っちゃいけない鐘だと思うんだけど、うん、今も国分寺に返してって泣いてんでしょ、このコメントの中で。あ、ちょちょちょ、はい、こんばんはです、マックスハートさん。は知らないっす。ガードレールはならないんじゃないですかね。どころかガードレールどころかさ、カエルが鳴いちゃっただけですよこれ。今現在鐘の音もなんないし、不思議な声で鳴いたね、うん、ワンって言っただけですよ。金はなんで引き上げないかな。だって伝説伝承だからな。あくまでおとぎ話みたいな話ですよこれ。
おとぎ話だこれ。あ、本当ですか。清畑ダムで。なんかそっちはだって今日ヒデさんたち行ったとこはもう心霊スポットだけど、ここでは俺今日は心霊スポットじゃないもんこれ。まあでも心霊スポットって言わないんだよな。急遽なんかドルさんになんかここ行ってみなって言って教えてもらったんだけどさ、何の誘惑かって調べてったらなんかそれにたどり着いちゃって、なんかでもおとぎ話ってなんかね半信半疑だけど、まあ火のないとこに煙は立たないから全く 100% 嘘じゃない、嘘とは思えないんだよねこれ書いてある通り。でもその国分寺っていう寺がどこにあるんだろうね。何も音しない。ちょっと離れる。ライトに虫がやってくる。しかしでもここあそこで停電すんの少し、うん、いやーどうだろうね。いきなりしょんべんか、また無茶を言いなさる。届かないで、多分ここのコンクリートに多分ビシャ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 ってなるよ。そんな勢いよく出ないよ俺。でもなんかここを調べたけど、そのお化けが出るとかってのは書いてなかったよね。うん。そういうなんか例の目撃情報とはなんかちょっと違うね。ちょっと違うね。なんかローカル心霊スポットとは紹介されてたけど、うん、そうなんだヒデさん。体冷えるね。だって19度下回ってるもんだって。ね、うん。蚊が、うん、おお。虫足がもうちょっとで1万レベルあんまつけない方がいいな。あ、うん、まあのぐそしないだけマシっすよヒデさん。どっから見られてるような感じする？やっぱ誰かいるのかな？あ、KK さんいらっしゃいました。気になってきちゃったな。まだついてる。え？まだライトがついてる。
貞子、貞子、貞子、貞子。これさ、この井戸の上に乗ったら遠くが映せっかな、これ。しかし、さっきからずーっといるけど、全然金のね、なんないね。なっちゃいけないのか。なっちゃうとこの辺の地域が凶作になっちゃうから、うん、ダメなのか。え？お腹痛くなってきた。腹冷えちゃった。寒いんだもん。寒いよ。だって神奈川とは全然気温が違うから。池に悪さするか。ちょっとな、これあれだ、俺のせいによってこの辺の地域のあれだよ、農作物がさ育たなくなったら、なんか俺がなんか恨まれちゃうね、これ。うん、危ないから降りた。猫だよな。うん、猫。黒猫だって、ね。黒猫がいるからな。連帯責任になんなくていいですよ。もう何もやらんわ、ここでは。うん、インカが近くに。インカが近くて。まだ電気ついてるし。え？電気ついてる。ああ、起きてる家いんね。だって3連休だから。うん。何してんのって言われて、何してんのって、あの湖でホタル取ってますって、こんなとこホタルいねえよって怒られちゃう。何言ってんだおめえらって怒られちゃうかもしれない。あー、虫がすげえなこれ。不思議な金の値が鳴ったらいいんだけど、なりませんね。なりますよ。ならないようですね。あくまで伝説なんで。え、何これ、氷の上に氷張んの、ここ。あ、そっか、冬は氷張るんだ、ここ、うん、そっか、だからあれか、スケートリンクみたいになるのか、うん、真冬は。そうそうそう。でももうそういう風にやって開放してないでしょ、ここは。そういう風にしようとしたって書いてあったじゃん、うん、リゾート開発でって。そう、ところがそういう犠牲もあった。うん、どうしたのどうしたの。なんか猫がいるのかな。え、猫いたじゃん、いるのかなって。そうそう、だからあれ以来見てないからさ、音がするから猫なのかな。ああ、猫じゃないの。何をここリゾート開発しようとしたんだよ。でも俺びっくりしたのは、標高、標高700m ってそんなあったのかよ。かいボロンゴ。なんかお魚いるんだね。いやいや、ブラックバスがいる。ブラックバスがいる。遊泳禁止。誰も泳ぎたくないわ。
ほら、書いてあるね、氷の上には絶対、氷って、絶対に登ってはいけません。どういうことだろう、登るって氷。氷になるの、こう。この門がついてるから、昔は入れたんだろうけど。いや、これ、俺一番疑問に今思ってんのがさ。その時期は入らないでってことだよ、本当に。危ないから。あ、そっかそっか。だって割れちゃって中入っちゃったらもう出れないじゃん。あ、そっかそっか。で、相当だね、この辺って大雪になって凍りつくってこと、ね、ってことじゃない、氷点下当たり前かな、絶対に立ってはいけませんっつって、じゃ結構事故があったんだね昔。そうだよ、だからまあこれとだか金のねがなんかちょっとこじつけもあるかもしれないね。まあね。それとなんかここの伝承とさ、なんか人が死んだのはさ、こじつけだと思う。単なる事故だったのか。分かんないけど。そんな感じです。そんな感じです。鳥肌立ってきたもん。限界。もうお腹痛いか。ここも寒いわけ。秋だよね。まあそうだね。じゃあそろそろ今日は軽く1時間で終わる。そうだね。てかここ湖だし、民家近すぎるからちょっと。いやだから今日は軽めで。そうそうそう。まあたった1時間じゃ何を検証かっていうとね、皆さんあの。はっきりして1時間ばかしじゃどうにもなってですね、こういうとこはね、まあ、ただちょっと気になったから好奇心だけで来てみましたけど、どんなもんかなっていうところなんですけどね。さあ、鳴るのかなこれ。鳴ってんだ、スズムシの音とカエルの、カエル鳴いてるよね。ゲロ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 って言って。大淵行こう。はい、ま、はい、ヒデさん無理。無理。せっかくこっち中戸来た時に静岡に行って。遠いわ、もう。カメラ回してるときなんか絶対あれなんだろう、なんでこんな話、こういうのが看板にわざわざ書かれてて、そう言い伝えだろうこれ。小室大橋はどうだろう。小室大橋って近いのかな。いや遠いな、地理がわかんねえからな。おいらんぶち、いや無理だよ。いや山梨戻れって。山梨戻れってのかよ、ここまで来て。なんでそんな遠いとこに。まあ軽めだからね、本当に。今日はね。軽めのゲリラだから。もし本気で、あの、何軒も回りたかったら、もっと早い時間に。もっと早い時間と、まあ、あれだよね。まあそんなわけで、サムライトンネル、ああ埼玉ですね、ちょっと遠いね。無茶を。サムライトンネルってちょっとコンビニ寄るか。Thank you.